わしの刀はどこ行った？お前ここになどこ？おっと。いざ出陣じゃ。お願いします、はい、今日は、はい、はい、行きましょう、はい、行きましょう。いや、なんかね、すごいカラフルなね、なんかボトルキャップをね、改めてちょっと行ってみたいなと思います、ね、はい、ね、それっぽいのが出てきたのかな。1本表ですね。あ、ほんとだ、すごい。体部分とか、ご飯もあるやつ、そうやって検査も見えましょう。インパクトあるのは表かなと思うんですけど、焦点ですよね。なんか、すげえちょっと食べ物の匂いしたけど。そうなんですね。普通に今お昼時だったかも。すごい。もう何でしょうね。なんか。あとキャップがこれたくさん。ね、でも結構手加えてる。これ顔だって。え？ほんまだ。顔になった。スピちゃん似てないやんか。ちょっと。ちょっと顔見。目つぶった。目つぶった。あ、ちょ、似てる。似てる。そっかそっか。でもね。これ全部これ、ビスで止めてあるんだ。うん。危ない。今日ギリやからね。こっちではね、結構多いんだよね。はい、こっちもね、ちょっとバッと向こうに行ってます。あ、なんかね、噂に聞いてたおじさんが、店主が車乗ってる、ね、中継されてるみたいな感じで、うん、インターネットの方には書いてあったんで。あ、あるんや、おっちゃんが、はい、おっちゃんが出てくる。こちらの方にらしいですね、店主なんですね。へー、そうなんだ、ボトルキャップやばいね、はい、キャップなんですかね。多分ね。最近なんですけどね。すごいですね。ちょっとなんか、ね、人生こんだけ飲んできたいことなんですね。ちょっと声かけます。行けそうだったら、やっぱすごいですね言って。チーム大丈夫ですか。すごいですね。はい。ね、慣れてて。でも多分ね、多分いろいろ今まで結構取材受けられてるようになってね。ああ。はい。名物のお茶なんかと思います。すごい、もう車の中に。車の中にも大量の。で、ビス飲みしてますからね、全部。今日ほら見て、これ全部。よ、大きく休めたんですね。ねえ。休むとめちゃったね。うん。もうモンスターエナジーとかあるよ、ほら。モンスターエナジーの。その間もないってことだよね。ほんまだ。そういうことですよね。暇があれば追加していく、ね、感じ、かなと。砦みたいなね。そうそうそう。なんか。ね、付き合いの流れ方向でもね。すごいね。すごい色あせたりしてる。宝屋さん？そう、元々は姫路屋さんっていう名前らしいんですよね。なんか、元々は姫路から来られて。ほんまに？そう。マジで。そう、姫路から来られて。関西の姫路から。そう、名前でそれで姫路屋にした。っていうふうにインターネットの方では。DIY ことですよね。どうですか、はい、どうですか、ちょっとあれですね、綺麗にした方がいいかな。いや、そういうことなんですね。かわいそうじゃないですか。趣味で。あ、でもスピちゃん、ここは好きだってスポットあったら。ここは好きだってこの箇所、この箇所が好きだと。僕はね、これが好きですね、このいや、見とったな、これ、ま、これじゃない、さっきのあれ、あのさっきの顔のやつ。なんかこっちにも似てる。似てるやつ感じですね。でもちゃんとね、詰めてるんですよ、こうやって。ほんまだ、細かくね。あー、何が入ったんすか。ねえ、見たことないファンとかなんだけどね。炎症ありきって。あ、これあれだ、栄養不足の人が飲むやつだ。見えないよ、うん、いや、知ってるよ、うん、で、このね、紐もちゃんと入って、うん、あ、ね、こうやって色をこうつけてるってことなのかな、うん、おしゃれだと思う、うん、ね、言うたら、アートですよね、うん、うん、これはね、うん、もうでもさっきからバン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 車来てもすっごい怖くて、危ないですよね。でも、なんていうかな、まあ結構あの辺のね、なんていうの
斜めになってるところがちゃんとアートになってる。でもなんか入れるんだろうね。なんか入れるようになってる。ね、なんかいろいろ。はい。その道路の右端を置いてますか。結構昔のやつだね。そうですね。何これ。ワールドパノパノ。何だろうね。フィーマス。外国人向けに。はい、そうですね、ボトルキャップのお店ちょっと行ってきたんですけど、もうあれですね、もう驚きしかないですよね、初めて行ったんですけど、はい、もうゴミ屋敷かもアートの瀬戸際だったんですけど、ゴミ屋敷なんですかね、はい、僕にはもう、アートしか見えなかったですね、アート的なね、はい、おっちゃんもね、なんか全然撮っていいよって言ってたし、はい、すみません、今なしの方がいいですか、いや、あるよ、つぴちゃんはまだ掃除にしか見えないですよ、はい、そうですね、僕まだアートというのがまだわからないんで、うん、まあでもね、ご主人がこうずっとね、重ねて重ねてアートを作っていってるっていうお店なんでね、皆さんもぜひ、この道来る機会があればね、やってみてはどうでしょうか。これどうやったら面白くわかんのかな、はい、なんかこれね、栗原町そうね、もう言ったら尾道駅の裏の方なんですね、うん、新尾道こんな感じですね、まあ、久しぶりの YouTube だったので緊張しましたね、はい、よお上手にございます。いい町並みじゃ。倉敷、我が町じゃ。ちょっと息切れしておるかの。ええ町よぞ。皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。またよかったらチャンネル登録よろしく。はい、今年の抱負は。今年の抱負は。元気で頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。